もう。どっちに出んだっけ。あれ？ああ右だと思うんだよね。あれ右。帰りたかったら左に行ってもらっていいですけど。なんでなんだろうね。だってさっきこっちから来たんだよ。え？うん。OK 行け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 。行け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 。東北自動車道ってのがあるからこっちを有効に使っていった方が、まあそれはそうなんだよね、うん、だからさ、でもそれを使うと海沿いじゃなくなるんだよ。だってずっともう海もいいんじゃない。うん、この先しばらく道なりです。Thank you.
か幸せかは分かんないけど、あのままずっとあなた検事に続いてたらこんなに日本中あちこち見ることになるってことはなかったです。どっちが幸せかは分かんないけどね。私はほらその一回その前に付き合ってたんですけど、でもその時はまあそんなそこまでいろんなとこ行ってないけど、やっぱ出かけてたじゃん長野とかにさ、まあ、俺のそのあちこち行くのが好きだっていう片鱗ぐらいには触れてたよね。うん、だからそういうとこでほらお金使う、まあ、お金使うじゃん。で、まあ、気持ちもでも好きすんじゃん、ストレスというのは、まあ、私はまあそっちの方が思ってたね。でその時はほら私もまだだから先は勤めてる時だったからさ、演技はそうじゃなくてその言ったらほら遊びで、ね、何か稼ごうっていうタイプだったから、遊びでどうにか稼ぐ、とにかくが多少のほら、はい、秋田の皆さんこんにちは、こんにちは、そんな感じだったから、遊びに稼ごうって言ったってパチンコの話聞いたとか、友達なんか手伝いとかで、友達の手伝い生活できるか、それで、いや、まあ、そもそもあんまりまあいいよ、できるようになったらもらえてなかったの、仕事柄。だからってさ、パチンコの友達ね、そうでね、でパチンコに行ったってさ、まあプラスになった時もあるけどさ、ほとんどマイナスになった時よ、パチンコじゃんよ、パチンコ経営できねえじゃねえか、そんじゃだから、で、2人で、まあ、打てるほど資金もなかったの、だから私はもうずっと待ってる感じでさ、まあ、ほぼほぼそうだよ、ね、11日長い時なんて半日とかさ、結局一日無駄になってたの。そうそう、手負けて帰ってくる、でしょ、言ったらどっか行ってそんでお金使った方がいいじゃんって言ったの。そしたらプラスにならないだろうっていう考えだったから、それは分かるよ、そう、それ分かるよ、分かるけど、マイナスにしかならないから、そう、確かに、いろんなとこ行ってさ、いや分かるわ、確かに増えることはないわ、減る一方だから、お出かけはお金っていう意味で減る一方です。確かにパチンコはね、増えることもあるよ、あるよ、確かに結局プラスマイナスで言ったら減る方向しかないですから、プラスマイナスでね、みんながみんなね、あのプラスでしたらね、パチンコ屋はもうみんな世の中から消えてますから。パチ屋の人はじゃあ何を元手に飯食えてんのって話になっちゃうんだよ。子供つまりさ、負けるようにできてる。だからほら、一握りの人だよ、本当に家庭の。その一握りになれるんだったらいいけどさ。1万人のうち何人いるんだって話でしょ。私も初めて勤めてたさ、やっぱバイトだったりさ、いろいろその詳しい情報とかほら入ってこない感じで、社員さん同士はだけどさ、だからほぼほぼ何も分かる35、40ぐらいかな、まあ、ここ毎日来てる人がいたのね。で、うつ騎士も同じだし、だそれは桜ってわけじゃなく、まあ何、プロなのかわかんないけど、でもなんかいつも、買ってるわけでもなくてさ、そもそもさ、パチプロっていう言葉がおかしいよ。パチンコのプロっておかしくないよ。何するんですか、話でしょ。
単純にパチンコが上手い人でしょ。まあよく勝てる人ぐらいの意味でしょ。100回やってね、30回ぐらい勝てればもう自分たちプロだよ。ほぼ毎回負けでしょ。でもほら毎日おばちゃんも言ってきた。でもそのおばちゃんとかはさ、その場所を見ながら知り合いになるじゃん毎日来てると。そういうのもあって楽しんで行ってたみたいだけどさ。いや暇つぶしでしょ、別に負けてもいいよ、勝てれば嬉しいけど、負けたからどうじゃない。たまにね、パチンコでぶっ壊すよね。あ、待ってくれるでしょ。あとあ、もしか捕まったら結構大変なことになりそうだよ。社会的制裁だけじゃなくて別の制裁が加われそうだよ。逮捕されるとかそういう話だけじゃなくて、ヤクザ者に目つけられたりとか。ああ、どうなんだろうね。その辺は知らないけど、ちょっと全く興味ないから。その辺の世界のことも興味ないから。でも一番取れたのはね、パチ屋、まあ、なんか、ある程度多く持ってる人もいるね、やっぱり、一日に利用と思ったら。そういう人はもう、おじいちゃんだったのかな。もう満点そのまんまでほら持ってて、どっかで落っこしちゃったんじゃん。でそれを多分違う人が拾ってっていうのもあったんやっぱり。あ、そうですね。拾ってでそこをもうほらちゃんと誰かが見、まあ防犯カメラかって言ったら、それでまあ捕まったりとか。やっぱ警察多かったやつだね。待ち合わせまでね、あの時間が空いちゃったからちょっとやろうって、そういう人たちじゃないからね。儲けようっていう話でしか多いわけでしょ。でも儲かんないパターンの方が多いよね。だってもうほら、何ほら、法定とか何変わっちゃってさ、出玉の数だって少なくなっちゃったみたいだから、だから今儲かんないみたいな。ギャンブル性が高すぎるとか、そういう話でしょ。まだ人って多いもんさ、それもちょっと問題だよね。でも他に来るものもないってことでしょ。筑波トンネルができたんだから、もうあそこの峠はね、あの終日サーフィンにしちゃえばいい。そう思う。県が買い取ってね、茨城県がね、買い取って、終日土日とかは、有料でね、峠をサーキット化させるとかさ、そういうのあってもいいと思うよ。完全クローズドのコースにして使えるように。から近所の人は行くのもあるじゃん。当然かも。そこら辺は許可は必要だけどさ。でも筑波山に限って話じゃないですか。山丸々にこう、ね、県が所有してそういうのを開いたりとかでもいいんじゃないの。筑波山はもともと観光名所だから、そこは反対されることが非常に多いだろう。まあまあ、別に筑波山だけじゃないじゃん山は。茨城だってさ、キノコの山だったんだよ。何キノコの山。いや本当にナビ上でキノコの山って出る場所があるんだよ。どの辺なのよ。御前山の方とか北茨の方とかね。あと
れて北茨城まで行かなくたって笠間とか友部のあたりがちょいちょいあるでしょ。そんな高い山じゃないからね。ないのかな、観光ないね、特徴的なものないじゃん。別にこんぐらいの海だったらあそこにもあるよ、こんぐらいの山だったらあっちにもあるよね、そういうレベルのものしかないじゃん。ナビ入れとくから、うん、スタンプ押してないのこれだけなの。あ、そうなの。これとあと切符とカード、カード2015番5年版のやつを押してない、うん、ってことは、うん、2014年版のを押したの、うん、ってことは2015年以降は来てない、うん、3年ぶり、あ、そんなに3年ぶり4年ぶりくらいに来たかなって来てる。まあ、前来た時に、ね、たまたまこれ持ってきてなかったっていうオチもあるかもしれない、ほぼほぼないじゃん、それたまにあるけど、ってことは3、4年前から来てない、もうだからそんぐらい前に来たんです。まあそうだよね、今の会社入ってからすでに1年経ってそうやって考えると、ああ、そうかもしれないね。今の会社入った段階ではもう来てないからね。なんかタンクのようにも見える。そう、なんであんな畳みたいな。あれだよね、茨城からはここももうすでにそこそこ離れてはいる、うん、なんかちょっと懐かしい気がするよ、うん、なんか見知ったここ文字が結構見える、うん、不思議。広島に来たら絶対見かけることのないナンバーばっかり、うん、ほとんど見かけないから。確かに最初に電気大丈夫か、遅いから。お前ちゃんと見てないような気がする。
ル先左方向です。方です。はい。ページどこやの？今3人。は？